お元気ですか、ボクシミです。今回はサッカー日本代表チームチップス開封動画4回目でございます。それでは早速ねやっていきたいと思います。ね、サッカー日本代表チップスもね4回目となりましたけどね、またね新しいねレアカードを引きたいなと思っております。それではやっていきたいと思います。それではね一袋目開けたいと思います。今日もね10パックやりたいと思います。田中碧選手、旗手レオ選手でございます。続いて2袋目でございます。で こちらがねチェックリストでございます。で南野匠選手でございます。はい、3袋目でございます。はい、またねチェックリストを引きました。浅野拓磨選手でございます。これちなみに弟さんはね北海道コンサドーレ札幌のね、在籍しております。4袋目でございます。上田綺世選手、橋本健人選手、5袋目でございます。レアカード出ましたね、長友佑都選手でございます。で、レアカードゲットでございます。で川辺駿選手でございます。1,2,3,4,5,6 袋目でございます。またねレアカード来ました、遠藤航選手ですね。レアカードゲットです。で古橋亨梧選手でございます。7袋目でございます。森田秀正選手です。鎌田大地、選手でございます。8袋目でございます。長友佑都選手です。佐々木翔選手でございます。9袋目でございます。橋本健人選手です。で堂安律選手でございます。で最後の10袋目でございます。久保武英選手でございます。で最後は酒井宏樹選手でございます。はい、以上でサッカー日本代表チップス開封動画4回目を終わりたいと思います。今回は、レアカードね、
2枚という結果で終わりました。またお金がありましたらこういった開封動画やっていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。